ょう、これからもげもげにしようということで、今回は何をするんでしょうか。はい、今回うちね、ずっとほのももでやりたかったことがあるんですよ、うん、それが進行チャレンジ。あのさ、よくさ、ぬえのん番組さんの方とかで結構さ、ガチャとか成田空港のガチャとかさ、そういうのでさ、何個被るかとかフライングタイガーとかでやってたじゃん。やってたね。それが意外と見られてたじゃん。見られてたし、意外と合ってたっていう。そう、必ず一回うちら合うんだよね。なんで、そのほのももがシンクロチャレンジすれば全クリアできる説。さすがに全クリアはさ、むずくない？まあ、それはそうかもしれないけど、今まで1個だけだったよ。で、今回シンクロするお題は、はい、今まで結構ほのももで歴代コラボ撮影してきたじゃないですか、うん、その度に私たち毎回必ず2人のお揃いのものを何かしら買うんですよね。買うね。はい。で、結構溜まってんだよね、今お揃いのものが。イヤリングとかも10個以上あるよね、絶対。そう。で、その中でほのちゃんにその今までのそのお揃いの中で思い出深い商品を5つね、家で用意してもらったので、はい、うちも用意してありますので、今回それを順番に出してってちょっとシンクロできるのかっていうのをやっていきたいと思います。どうやって紹介します？あれじゃない、あのうちが1個出して、で、ももかちゃんも持ってたら私も持ってる。あ、で、ももかちゃんも出してうちが持ってたみたいな。で、持ってなかったんですよ。持ってなかったら、うぇ、持ってませんみたいな。そう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 。オッケーオッケー。じゃあ、どっちかな。最初はグーじゃんけん、はい、先行後攻じゃんけんぽい。はい、これしょ、はい、先行でいきたいと思います。じゃあ、まずほのちゃんがなんか持ってきそうで、持ってきてくれてるかなってやつですね。それでは、一つ目いきます。ドゥルル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 カリフォルニアディズニーのお土産であげたミニーちゃん、ん？ドーナツのカチューシャ、どうですか？持ってないです。なんか私としてはこれあったんですよ、家に。で、こう持ってくるか迷ったんですけど、やっぱり一緒に行ってなくて、こうもらっただけっていうのだから、やっぱ思い出ではないかなってちょっと思っちゃいました。ごめんなさい。いや、全然いい、全然。確かに、じゃあ、次は一緒に行こうね。うん、一緒に行って買って思い出商品だもんね。そうね、そうですね。はい、惜しい。あ、本当にカリフォルニア行きたいんで誘ってください、ね、一緒に行きましょう。お金払ってください。さあ、次、ほのぼの1点目。目つぶしてくれます、ほのちゃんみたいな。じゃあ、これで行きましょうかね。どうぞ。そう、まあ、持ってる。あー、それめっちゃね、そのね、そう、あの、そう、理由がありまして、それは多分後でわかると思うんですけど、その理由があって選ばなかったのよ。その理由は多分後ほど分かると思うんですけど、選ぼうとしたよ一応。これはその原宿のしなこちゃんの誕生日の時に、うん、そう、一緒にやろうって言ってて、その時にこうバズのメンバー のしなこちゃんとみなみちゃんに会えたりして、うんね、確かに。すごい。あとフィッシャーズパークも行ったりして印象に残ってたから。あ、そっか、それ行ったのか。そうそうそう、だから確かにあれだよね、結構思い出だよねそれは。で、私の方に持ってましたね。リプレイでどうぞ。そうそうそう、だから確かにあれだよね、結構思い出だよねそれは。それでは次いきます。じゃあ、これの理由が分かるもの出しますね、うん、それ、あ、目つぶって。これを選んで、だったらあれはこれと同じような感じなのかなって思って私はこっちにしました。いいよ。じゃあ、これお、うん、じゃーん、おーわー、シンクロ大成功。うちはさ、さっきの服選ばなかったのは、これも一緒にその時買ってさ、つけたじゃん、うん、だからこれはその服と同じ意味なのかなっていう感じで。なんかこれはうちが初めて人形系のバッグ買ったっていうのもあって、ほのも本当思い出じゃないじゃん。そうだから可愛いな。いいじゃんね、これ結構。この時のファッションはね、ちょっとあの賛否両論ありまして、両もね、賛否両論、両もね、うちもちょっと後で昔ちょっと気持ち悪いなとか思ってたけど、原宿バリピちょっとなんか気持ち悪いなとか思っちゃったけど、気持ち悪いとか投げくれる2人で決めたんだからだからちょっと今はね、おしゃれになってるから、まあ原宿ね、そういう気持ちにさせるところなので許してください。ディズニーみたいなもんですよ。まあね、これはもう多分二度としょって出かけることはないと思うんですけど。あ、はい、あります。はい、次パンちゃんどうぞ。じゃあ目つぶってもらって、どうしよう。あ、じゃあこれで。これはマジで思い出深い。何？はい、どうぞ。あ、音出してみて。あと何？せーの、オーマイガー。え、もしかしてこれ、ちょっと私それなんと見事しっかりサイズアウトしました。で、お友達にお下がりであげました、うん、なんでね、いつでもその服は返してもら
そう、それはね、いつでも見れるんで。初めて2人でコラボした時に、こう初めてももかちゃん家にも行った時に、あとお泊まりする日になんで、こうすごい思い出深いなと思って、ね、これララポのジャラで買ったやつね。まあ、これ普通にうちも思い出深い商品、サイズアウトしてるから、なあ、おお乗ってて飲んで、あの八景島行った時だよね。そう、シーバラ、あのジェットコースター、そう、泣いてたよ。泣いてあんたでしょうが。この人ね、のこのね、ジェットコースター上がってる時に怖いって言い出して、それを見てうちも怖いってなりだして。え、違うの、聞いて。何？海の上でジェットコースターが落ちたらさ、こうさ、ここにもあるしさ、こう抜け出せないじゃん。いやさ、そうだよね、そう言っててさ、怖さがさ、それ言っててさ、その後最近だけ結構前にそのジェットコースター事故があったって、海に落ちてったっていうさ、事故があってさ、海に落ちてったんじゃないけど、こうジェットコースターがそのまま止まらずに進んじゃって、で後ろと前と後ろがゴーってなってってこと。あ、そういうこと。あれ意外と怖いんだよね、意外とふうってなる。じゃあ次もんか、あと残り3つです。あと残りいきます。これは持っててほしい。いいよ。やっぱこれが一番思い、一番っていう、普通にこれが思い出よ、本当に。こんな感じ。これね。これね。これ、私たちがお泊まりした、あ、した日じゃないか。そう、なんか、のえのんが、宇田川桃花ちゃんとコラボ、宇田川桃花ちゃんとコラボしてる時に、ちょうどその前に、桃花ちゃんと桃花ちゃんでコラボしてて、うん、で、時間があったから、じゃあ夜、一緒にご飯食べようよっつって、で、余ってる時間、うちらは、ちょっとパパさんに運転手雇って。やっとパパっていう運転手、あの、うちのお母様に運転してもらって、そのままで一緒にお台場、お台場行って、お台場に行って、そんで、あの、なんか、あの昭和みたいなところの、あるその刺繍屋さんに行って帽子を、ほのもも帽子を作ったんだよね。そう、デザインこんな感じで、ほのもも、これね、これね、プレゼント企画にもしたんだよね。私の文字は黒いバージョンで、ほのちゃんが白いバージョンです。これいいよね、久々に帽子かぶった。で、次、私の目を開けてください。うん、オープンだ、ニューワールド。ありまーせん。ごめんなさい、 No kiss, miss you。 うちね、これら辺はね、すっごい深い思い出はあんまなかったかも。そう、うちも深い思い出はないんだけど、気に入ってる的な。なんか、これ初めてももかちゃんが欲しいって言ってお揃いで買ったやつ。初めて欲しいって言ったやつ。だってなんか、ももかちゃんこれジャラジャラ系好きじゃないかなと思ってたら、すごい好きっていう。初めて2人のね、共通点が見つかった時で買って、で、これはなんか渋谷でコラボした時で、これはあのクレアーズで買ったんですけど、そうそうそう、これはももかちゃん家に忘れてってみたいな、いろんなエピソードがあって。大したことないよ、そういう。まあでも普通にお気に入りだったっていうのはあるんですね。そうです。はい、というわけで私4つ目はまだ開けちゃうよ、これ、はい、じゃーん、こちら、これは持っててほしい。次ほのじゃ最後の1個だから、多分次はこれが来ることを願います。いいよ。あらららら、そう、これはなんでこれを、あ、持ってないのね。これじゃなんで選んだかっていうと、のほのちゃんの誕生日会の時に、うちが誕生日でプレゼントしたやつなんでね。持ってますか？それじゃなくて、こっち持ってきちゃったんですよ。で、これはうちが初めて韓国行った時に、ももかちゃんにマックのリップをプレゼントしようと思いまして、マックのリップ買ったんですけども、持ってますか？最後の5個目はこれでーす。あのですね、これシンクロ大成功。あのですね、これ本当のこと言うと、これあれじゃないですか、うん、これももかチャンネルさんでね、もう一個なんか違うね、動画を撮るんですけども、それの時用に持ってきてたんですよ、うんうん、なんか思い出あるはあるんだね。そう、あるはあるから惜しいね、まあでもいいぜ、これが。そう、やっぱり2個いったね、うちら。あ、3個か、すごくない？これ持っとけばよかった。大丈夫大丈夫大丈夫、いいじゃん、最後いい感じのなんか感動の再会みたいな感じの終わり方、ね、はい、これね、そう、うちもほのちゃんとのえちゃんから、うち、ま、何お土産、何がいい、コスメっつって、コスメ欲しいっつって、どんなのがいいっつって、リップのマットが欲しいんですっつったら、まさかのマックのマットをね、買ってきてくれて。これ私の自腹です。え、本当です。で、これうちも自腹。うはっうはっ
まあね、これ本当うち初めて、人生初めてマックのリップを持ったのがまさかののえのんちゃんとほのぼのちゃんからのおみ、ほのちゃんか、ほのちゃんからのお土産だったっていう思い出です。こんな感じの色です。はい、というわけで今回はほのぼので思い出深い商品5つ持ち寄ってシンクロするのかっていうチャレンジをしてみました。いかがでしたか、ほのちゃん。いやでもやっぱりもっと思い出増やしていきたいなってすごいそれっぽいこと言ってまあね、結構今あのシンクロしたものを今持ってるんですけど、すごい癖の強い人になりました。うちもね、これからどんどん思い出を増やして目指せおそろ100個、というわけで頑張っていきたいと思います。でもほんと3つもシンクロできたのって結構奇跡だと思うんで、やっぱ私たちって素敵 ね。というわけで本日ね、のえのん番組さん、下でのえちゃん編集してるんですけど、のえのん番組さんとほのぼの番組さんと一緒にコラボ撮影をたくさんしてますので、そちらの動画もお楽しみに。のえのん番組さんとほのぼの番組さんのチャンネルは概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。うちでもずっとシンクロチャレンジしてみたからだったらかった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 たらたたたらたたたたらたんたらんたらんたら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 。それでは皆さん、バイバイやー、みんなバイチェイやー。見ますかね、見ますかね、見ますかね。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンもクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント、待ってまーす。それでは皆さん、バイバイやー。